クレメンス・アウグスト・グラーフ・フォン・ガーレンは、ドイツのミュンスター司教、数奇教、伯爵。国家社会主義ドイツ労働者党政権の障害者、安楽死計画実施の際に公然と批判の声を上げたことで有名な人物である。ガーレンは1878年3月16日、中央党の政治家などを務めた、フェルディナント・ヘリベルト・フォン。 ガーレン伯爵とシュペイ伯爵家の血を引くエリザベートの11番目の子としてディングラー家城で生まれた。ガーレン家はかつてミュンスターを支配した一族の末裔であった。イエズス会の経営するフェリベルトの学校で学んだ後、フェイヒタで大学入学資格を得、スイスで哲学を学ぶ中で聖職者を志すようになった。インスブルックとミュンスターで進学を学び、1904年に 司祭にノブ品された。1906年にはベルリンの聖マデアス教会の助任司祭となり、以降23年間をベルリンで過ごした。1933年、ガーレンの司教封見式1923年にはランベルティ教会制度区司祭としてミュンスターに帰り、1933年10月にミュンスター司教区の司教となった。この際に、 自らの心情として、ラテン語、NEC ラウデブス NEC チモレを選んでいる。ガーレーンは、豪直な性格であり、ミュンスターのライオンと、あだなされた。1934年には、ミュンスター主教区法に、国家社会主義ドイツ労働者等のイデオローグであった、アルフレート・ローゼンベルクの、20世紀の神話を批判する、文章を掲載している。1937年には、 ローマに招かれ、ピウス11世によるナチズムを批判した、会直、ミット・ブレネンダー・ゾルゲの策定に関与している。1937年には禁止命令が出ていたにも、かかわらず、ミュンスターで、生体行列を取り行い、主たる、キリストの休日では4万人の信徒を前に、ナチスの文化政策を批判する説教を行っている。翌日、ナチ党側は、宣伝大臣、 ヨーゼフ・ゲッペルスを招いて、これに反対する集会が開いたが、ミュンスター市民は一人も姿を現さなかったという。1941年8月3日の説教で、安楽死政策を公然と批判し、計3回の批判演説を行った。ガーレンはこれらの説教で、抗議にもかかわらず患者が病院から連行されていったことを述べた上で、 もし精神疾患患者をはじめとして、非生産的人間を殺害する権利があると認めるなら、それはすべての非生産的人間を自由に殺害できることになる。そうなると誰もが安全ではなくなる。何かの委員会が非生産的人間と判定し、そうすれば生きるに値しない命となってしまい、何も私たちを殺害から守ってくれないからだと。 殺害して良い命を人が定めることは10回にある、殺してはならないに反する点、また10回にある、あなたには私を置いて、他に神があってはならないという言葉を引き、国家、人種、民族、自然等の偶像化が行われていることを批判している。また、ガーレンは、刑法190条による告発も行っている。一部のナチ党幹部は、ガーレンを死刑にするよう求めたが、 ミュンスター市民への影響を考慮したゲッペルスは、慎重論を主張し、相当アドルフ・ヒトラーもそれに応じた。ただし、ミュンスター教区の下級聖職者の中には逮捕されたものも多く出ている。演説は連合国軍が宣伝ビラでガーレンの説教文をばらいたことで一般にも広く知られるようになり、世論も動揺した。ローマ教会の最高司教会総会は、 安楽死政策が認められないという決定を行い、強行ピュース12世が、その決定を広く交付するよう命じた。ピュース12世はこの後も、たびたび安楽死を批判する発言を行った。T4 作戦への批判が高まったことから、1941年8月24日に、ヒトラーは T4 作戦の責任者、フィリップ・ボーラーに対して、安楽死の中止を口頭で命令した。 この中止命令により、安楽死政策そのものは公式的に中止されたと、公けには受け取られたものの、実際には、ハダマー安楽死施設の合殺が中止されたのみに、過ぎなかった。1944年7月20日のヒトラー、暗殺未遂事件では、弟のフランツ・フォン・ガーレンが逮捕され、強制収容所に送り込まれている。1946年2月、ローマにて、 数奇教に除任され、その際には、ローマ市民から、ガーレン伯爵ガーレン伯爵と歓呼の声を受けた。3月の帰国後間もなく、病に倒れ、3月22日に没した。墓所は、聖パウルス大聖堂に置かれ、1987年には、教皇ヨハネパウロ2世紀の訪問を受けている。教皇は、私が教ミュンスターへ来たのは、この墓にもおれで、 ここで祈るためであると述べている。聖パウルス大聖堂広場に置かれたガーレンの銅像政治的には保守的で第一次世界大戦では従軍主催を志願したこと、バイマル憲法やベルサイユ条約に批判的であり、ラインラント新中や第二次世界大戦開始を支持したことなどが知られる。このため、ガーレンがカトリック右派であると指摘する声もある。ただし、第一次世界大戦や、 第二次世界大戦への支持は当時の一般的風潮であり、バイマル共和制への批判的論調も当時のカトリック聖職者としてはごく一般的である。ミュンスターのランベルティ教会に移った際、家具職人から伯爵様と声をかけられたが、私はここでは伯爵ではないよ、聖職者だよと返している。 T4 作戦を批判したことで秘密警察から逮捕の予告を受けたことがあったが、ガーレンは大聖堂の前で司教の清掃で待っている。いつでも逮捕に来いと答え、清掃したローマカトリックの司教を逮捕するイメージを恐れた秘密警察はとうとう逮捕を断念した。ガーレンが説教中にナチスの青少年教育を批判したところ、聴衆の中から、 妻子もない独身者が何の権利があって、家族や結婚の問題を語るのかと、やじが飛んだ。ガーレンは厳粛な口調で、この大聖堂内で敬愛する総統への批判については、絶対に容赦しないと応じたという逸話がある。これは、カトリックの聖職者も、総統アドルフ・ヒトラーも共に独身であることを前提としたジョークであり、実際に起きたエピソードではない。 ありがとうございます。